室行って悲しいのは裾上げをしてもらう時サイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地せめてあと数センチあれば。皆さんこんにちは、まちぶら人と町と暮らしを探る。この番組は一般社団法人パートナーズの提供でお送りします。今回もブルームワークス171の曲に乗って始まりました。神戸市は長田区海運町のスタジオからお送りしています。ということで MC はいつもの通り私あっちゃんとまきちゃん、そしてミキサーのまなぶくんの3人でお届けします。もうこちらにお座りいただいております。前回に引き続きお越しいただきました株式会社15プロジェクト代表取締役の神田玲子さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう前回は本当お話に引き込まれてしまいましてすいませんでした。もう時間をすっかり忘れてしまったぐらいなんでもう今日はねまた濃いお話をお聞きしたいと思います。お願いします。では、はい、この後お願いします。はい、今回もゲストに来ていただきました。改めてご紹介します。株式会社15プロジェクト神田玲子さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。もう1回だけじゃねもうお話の時間がもうとてもとても足らないということで、ね、後半もお願いしておりますが、今回はちょっと前回とお話が、はい、ちょっと変わりますけども、はい、まあ、全部つながってるっていうことなんですけど ね、はい、子育て支援もされてるっていうことなんですが、はい、その一人増えてるんです。一人増えてるのペペちゃんです。ペペちゃん、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 ペペ、テテです。立ちつてとのテです。ペペちゃん、ペペちゃん作られたんですか、はい、これね、はい、ベビーサインっていう、ベビーサインご存知ですかね皆さん。名前は聞くんですけど、知らない方、うん、はい、たくさんあると思うんですけど、はい、まだ言葉が喋れる前の赤ちゃんに手話、それ教えて、言いたいことを言ってもらう、コミュニケーションを取るっていうツールなんですけどね、赤ちゃんの手話です。で、実際に日本手話とアメリカ手話と組み合わせたもので、はいはい、赤ちゃんの手で使いやすいものだけを抜粋して合わせて、お母さんが赤ちゃんに教える、そしてコミュニケーションを取るという会話の方法ですね。これベビーサイクル、それのキャラクターがてってちゃんです。こんにちは。これ赤ちゃん大人気なんですよ。かわいいえ、その子を使って教えるっていう、ね、普通に教えます。ほんで、この子をちょっと、まあ、こういうのを使うと赤ちゃんの目がねパッとこう、パッとね、うんうんうん、注目してくれるのでこれを使ったりしてます、好きですもんね。ですね。それはご自分のお子さんの時に習得されたんですか、はい、そうなんです。子供が生まれる前に、はい、テレビでこのベビーサインを使って、はい、赤ちゃんですよ、赤ちゃんがベビー椅子に座って、うん、親にお茶取ってくれと、うん、ベビーサインを出してる子が映って、へ、でお母さんもこれ見て、あ、お茶ねって渡したと。で、赤ちゃん泣きもせず怒りもせずお茶をゲットするというテレビの映像を見まして、これは子供できたら絶対習いたいと思って、自分の子供ができた時に習いに行きました。なるほどね。何でもかんでもほら泣いて、そうなんで泣いてるか意味が分からへんっていうのがありました。そういうことか。ありましたね。なんで泣くの、眠たいんか、お腹空いたのか、おむつなのか、それはね、分かるんですか。言葉ってすごくね、口の動きなんで難しいんですよ、赤ちゃんにしたら、うんうん、だから分かってる、ね、言いたい、うん、でもツールがない、うん、もう泣くしかないかって泣くわけですね。なるほどね。なのでベビーサインを教えると、だいたい生後6ヶ月ぐらいから始めて、8ヶ月9ヶ月ぐらいで出てきますかね。うちの子もやってました、ベビーサイナーになってましたね。どんな風に教えるんですか。ね、語りかけと一緒に、例えば、まあなんか遊んで、面白かったなと、赤ちゃんわーっと笑いますね、そしたら、
もう一回するって、これもっともっとのサインなんですけど、語りかけと一緒に、もっとするって言うでしょ、それを手もつけるんですよ。もっとする、もう一回しようかと。で、なんかの時にご飯も食べた、欲しがってる、もっと食べる、おかわりする、もっと食べるってこう手を添えてやると、次自分がしてほしい時にもっともっと出してくるんですね。こうやって語りかけにつけていくことで、どん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 覚えて出てきます。面白いですよ。なるほどね。ある赤ちゃんなんかね、まあ、おっぱい、うん。これおっぱいなんですけど、うん、まあ、おっぱい飲みたい。まあ、赤ちゃん泣いたらおっぱいかなってするでしょう。うん、でも、ちゃうと、お茶くれと。うん、もっとさっぱりしたもの飲みたい。うん、おっぱいじゃない、お茶くれ。赤ちゃんがこうします、赤ちゃんこうする。赤ちゃん泣いたから、お父さんが行くでしょ、うん、なら、これお父さんかな。お父さんか。うん、ほんなら、ちゃうちゃう。そういう手の動きは一応決まりがあるんですね。決め、うん、お父さんね、うん、お母さん来てくれとかね。面白いでしょ、赤ちゃんなんと、いろいろね、工夫してね。あとはもう外で遊んでても、家帰りたい。これ家のマークね。うん、お家帰りたい。か、おしまい。もうやめたい。帰りたい。とかね。なんで泣いてんのか分からへんっていうことが、うんうんうん、バッチリ正解が出ます。そうか。じゃあお母さんがなんか話するときとかに、はい、その動作を一緒に、してあげたら、はいね、あ、お家帰ろうかとか言ったら、それを覚えていく。覚えていきますね。なるほどね。どんな赤ちゃんでも覚えます。そうやろ。赤ちゃんでも習得できます。うん、子供って習得早いもんね。早いんですよ。ほんで、お母さんとコミュニケーション取れることが赤ちゃんはとっても嬉しいので、うん、お母さんに通じた。言ったらもっとどんどん覚えようとしていくんですね。すごい便利でした、これが。だから私もうストレスフリーでしたね、育児は、うんうん、へで反応してくれたら、はい、お母さんとかお父さんの側も嬉しいもんね、はい、そらそうです、そらそう、覚えてるとかさ、うん、あるもんね、お父さんなんかも遊んであげて、もっともっとされたらもうたまらんってなりますよね、確かに確かに、はい、お子さんの頃はまだコロナの時代ではなかったと思うんですけど、ね、今そのコロナの時代になると、うん、そういうイベントで教えてあげるってこととかできないじゃないですか、うん、そうですね、今はどんな風に伝える方法としては、今はね、私はもう対面の教室はやってないんですけども、うん、他の講師たちはズームでやってますね、あ、ズームで、はい、ああ、なるほど、で、まあ、ズームやったら例えばお熱出たりしてもね、うん、参加できるし、うんうん、遠い道のり来なくても参加できるし、うん、そうですね、まあ、一つの習い方っていうのはちょっと確立されたんかなと思いますね、例えば対面のね、やっぱり熱量とか、ね、対面でこそ伝わるものがあるので、やっぱり私は対面にこだわってズームはしないとこうと思ってますけど、もう詰まってます、うん、そうですね、はい、早くね、そういうイベントもできるようになるといいですよね、あと離乳食とか幼児食のコーディネーターもされてるっていうのをお聞きしたんですけど、結局ね、自分が子育てしてる時に、うん、むっちゃしんどかったわとか、うん、なんとなく知らんまま行ったわっていうことを、まあ、子育て今ちょっと子供も4年生なので、はい、一旦ちょっと自分でちゃんと知識を得て習って、それを今そんな習ってる暇ないというお母さんたちに伝えたいなというところで、まあ、どんどんいろいろ習っていったんですけど、はい、まずベビーサイン取った、はい、次6ヶ月に来た時のお母さんの困りごとって、次また離乳食なんですね、ちょうどそういう時期ですよね、うんうん、なのでちょっと離乳食も昔のやり方とか自分の親とかネットとか、まあ、分からんままやってみるっていう中で、基本のところの内臓の発育がどうやからしようがわかんねとかね、うん、そういうことからちょっと教えてあげてできっちり資格を取ることで、ちょっと詳しいおばさんに聞いたじゃなくて、ちゃんと責任持ってね、こうらしいでじゃなくてこうなんだよというふうに教えてあげたいなと思って取りました。はあ、これはすぐ取れるんですよ。うーん、ただいっぱい本読まんとあかんので、うん、みんなお母さん大変でしょう、ほな私取るわ言ってで教えるからね、代表でノリで取りましたね、うん、はあ、なるほど、産後にあまり本読んだらあかんとか、ね、読めへん読まれへん、おばあちゃんに言われたりするのそうそうそう、目がね目に来るよとか言って、そうだからやっぱり読むっていうのが難しいもんね、うん、そう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 、へえ、ね、でもね、ちょっとあんまり知らん人から聞くのもやっぱ怖いし、確かに、うん、やっぱ一通りちょっと勉強しておきたいなと、うん、はい、思いましたね。なんか離乳食のアドバイスとかありますか？それこそ離乳食ね、うんうん、今日もまた3時間もらえます離乳食はね、そんなざっくり言ったらとりあえずできるだけ味はつけないですね、これはよう知ってはることだと思うんですけども、ね、塩分はもうゼロでいいんですよ、うん、
塩分ゼロ。ゼロ。塩分がゼロの、例えばうどんとか、離乳食にあると思うんですけどね、うん、なんで塩入ってるかって言ったら、腰作るため。うどんって、ね、お母さん今日のうどんこしないなっていうのはおじいちゃんぐらいのもんなので、お子さんにはいりません。だから、うん、食塩が入ってないうどんを使ってほしいんですね、うん、まあ売ってますからそれは。食塩のないうどんって書いてます？ね、例えば生協さんの、はい、離乳食とか、うん、あとはもう生活習慣病かな、うん、あれで食塩を入れたくないという人用の分はメーカーさんから出てると思うんですけど、あんま数ないと思うんですけどね。それは内臓の発育に、まあおしっこを凝縮する機能が赤ちゃんまだ不十分なんです。腎臓の発育は満たないのでね。なので塩分をね、こううまいこと出せないんですよ。で蓄積してしまうので、それは良くないということなので、塩分はゼロで、で素材の味をね十分楽しんでもらって、人参茹でただけなんか絶対美味しくないじゃないですか。ですよね。私ちょっと味付けてたんですよ、よかれと思って。いや私もつけてました。そうで、一回味付いちゃうと、うん、もう次味ないもんって美味しないんですよ、やっぱり、うん、赤ちゃんでも。なので戻れないので、味はもうなしで、できるだけなしで、なしで、でまあ1歳半か2歳ぐらいから、例えばお出汁とかね、ちょっと軽くつけていく。あ、そっからお出汁ですか。 それまではもう何もなし。お出汁も塩入ってるからできるだけなし。うまいね。そうやね、茹でただけ。あとはもう味覚とか食感とかっていうのがぐーんと発育するのがまあ6ヶ月からなので、そう1歳ぐらいまではもうなしでいってくださいねという説明はしますね。かといってね、もう大変でしょ、すりおろしたり茹でたりね。でその辺ももう私は食コーディネーターというのは取ってますけど、これはその赤んもんを見分ける力をつけたいということで取っただけなので、お母さんの暮らし方とか赤ちゃんと2人の毎日のことを考えたら、赤ちゃん抱っこしてくれって泣いてんのに、あんたのためにご飯作ってんねんって言うてイライラしてくるから時にはまあ冷凍のチンでも離乳食出てますからね、ああいうものも時には使って、ストレスためないように、限りある短い時間を ね楽しくいきましょうと。私あれやったな、その0歳のほんまね離乳食の最初か、もうそれで毎回作るの大変やから、大人のお味噌汁ね、だからお出汁も入れんと、その人参とか、まあ、かぼちゃとかなんだかんだこの根菜をいっぱいこうもうお湯だけでこうねやったやつをもうのけといて、わーってしたやつを冷凍してっていうのを保存してましたわ、確かにお塩もな、もうほんまにつけず、はい、もう毎回は邪魔くさかったもんね。おかゆさんとそうや、そうそう、熱入れることね。あれ蜂蜜とかがあかんとね、ダメだよね、あれはね、ボツリヌス菌で、実は黒糖もダメなんですよ。黒糖もダメなんですか。黒糖もボツリヌス菌で、ボツリヌス菌って土壌から上がってくる菌なので、自分とこで取れた野菜ジュースとかでも、菌がおったりするんですね。ああ、そっかそっかそっか。120度で4分かなんかで死滅すると思うんですが、黒糖でね、売ってる時は大体それでされてるから、黒糖からボツリヌス菌でなんか乳児ボツリヌスになった子はいないんですけども、でもそれもご自身でね、ちゃんと考えて判断して、選ぶようにしてくださいねと。何でもかんでもあかんではちょっとね、私の押し付けになるので、まあ事実だけお話ししてお母さんに決めてもらうというふうにはしてますけど。生がダメ。果物どうでしたっけ？食べさせてましたね。果物ね、アレルギーがあるでしょ。またリンゴを吸ってそう色変わるまでに早食べみたいな感じ。果物どうやったね。果物ですか？まあ、特には言わないですね。キウイとかはアレルギーありますけどね。ちょっときついですよね。そうバナナとかは結構食べさせて。バナナとかもアレルギーあるね。あるんですよね。あると思います。ね、あ、そう。そう、意外とバナナとか食べやすさすね、食べさしやすいよなと思うけど、そうですよ。がんかったりね、そういうのよね。アレルギーに関してはもうほらまた専門のあれがあるんですけど、まあ、とりあえずねみんな知ってると思いますけど、病院が空いてる時間にね少しだけね、うちもいくらかな、1歳の誕生日にいくらをね一つね。いくら。お誕生日だって言ってね、パパが食べさせたんですよ。ならもう。回らんよみたいな、ブワーって吐き出した、ブワーって吐いて、大変でしたね。一粒だけなんだよ。卵はダメだったんですね、結局ね。あ、
卵、卵ね。魚卵もダメだったね。そういうことか。だからアレルギーだけはね、検査しても出ないこともあるから、いくらものすごく怖いんですけども、検査してもアレルギー出ないときあるんですよ。あ、そうなんですか。で検査してアウトでも食べれたりもする。それは聞きますよね。ちょっとわからないので、アレルギーはちょっと注意していただいて、少しからね、明るいうちに試すと。いや何で出るか分かりませんから。だからうどんも離乳食でよく使いますけど、小麦アレルギーの子もいてるから、うん、あそうですよね。そうですよね。確かに、ね、まあそれやっぱりお母さんはずっと子供を見て、うん、一日下見てね、赤ちゃんちっちゃいから、うん、そう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 、私2歳かぐらいの時に空をパッと見た時に、うん、空って青かったやなと思ってね、同じ一緒のことを思った。私もそうやし、ちょっとまだっこしといたから空見てみというような活動をしたいんですけどね。本当ですね、そうですよね。いや同じこと思った、ね、私も、ね、公園連れてって、うん、でっかい滑り台に子供膝乗っけてゴローンってしてお空すごい素敵、その時の青空の綺麗かったこと。そうそう、空って広いなって。そう、で今あれやね、その頃みんなね、うん、そう、あのコロナのね、その緊急事態宣言が出てから、うんうんうん、本当にその0歳の、お子さんたちを産休、育休か、うん、育休してるお母さんたちに、家庭保育の要請っていうのが出たらしくって、保育園に連れてこないでくださいっていう。わかります？保育園でクラスターを発生させたらあかんからっていうので、もう園によって本当にそれね、対応が違ったらしいんですけど、うんうん、そのまあ神戸市からとかそういう家庭保育の要請してくださいっていうのが出て、そのままあのお母さんたちに伝わったっていう保育園もあって、やから上の、まあ、4歳とか保育園に通える子も見ながら、0歳の子の育児もしてっていう親子さんがね、6月にはいらっしゃって、実は5月6月もう悲壮やったみたいで、うわ大変だ、うん、で、まあ、またそういうね時期が来るかもしれないなって思うんですけど、そういう、まあ、パパさん、ママさんに、うん、まあ、神田さんの方からなんか、まあ、普段ねやっぱ保育園に預けてて、うん、こう親子でね過ごすって、うん、どうやって過ごしたらいいのってわからない人も、うんうん、たくさんいるんだなっていうのが分かったんですけど、そうですね、うん、なんかアドバイスって言ったら、うん、なんかどうですか、そのさっきのやっぱベビーサインとかも、うんうん、まあ、時間あるからこういう、ね、うん、機会に一緒にやってみようかなとか、うんうん、そんなもありかなと思うんですけど、はいはい、うんうん、私はね、実はデブ症でね、うん、子供と二人でじっと家にいるのは苦痛だけれども苦痛でなかったんですよ、うんうん、出かけてお友達のこのお母さんとうまくできるかなとか、子供同士喧嘩したらどうしたらいいんかなとか、その辺の方がストレスで行けなかったんですね、私の場合は。だけどまあ行くところはある、あそこではこんなんやってる、ここではこんなんやってる、ここではこんな人がこんなこと聞いてくれるっていうことをまず知っておくことかな。で知ってて行こうと思ったら行けるし、うん、だけど今日は行かないと自分で選んで決めるっていうことはだいぶストレス軽減になるんちゃうかなと思うんですよ。どこ行ったらいいか分からん、行くとこがない、知らない、分からない、これはやっぱり一番しんどいと思うんですね。そういう情報を得る方法というか、そういうのをやっぱり知っとかないと。そうですね。ただ兵庫県はっていうか兵庫区なんかは長田区もか、陽性亭とか、おててつないで、おててつないでが兵庫区ね。長田が寄せて、長田プラなんとかって出てるんですけど、あれに集まるところの一覧が載ってたりとか。長田はあれやんね、ためマップとか言って。ためマップもやってますね。あのアプリがね。そうそう、アプリも、子育て用のができてたり、できてきましたよね。そうですね。ああいうのには全部載ってたりしますよね。確かに。なるほど、ね、情報を持っとく、そうです、ね、使わなくても知ってるってやっぱり強いんじゃないですかね、心強いと思いますね。はい、なんかやっぱり孤独を感じるっていうかね、そういう時期になって、はい、子供とお二人だけで煮詰まっちゃうんですよね、どうしてもね。そうですよ、ね。で、まあ、旦那さんがね、優しくてね、いろいろ話聞いてくれたら、ね、いやそれは私は一人で頑張りましたよ。私も一人で頑張りましたよ。はい、私も一人か。そう、だからでもまあお父さんお父さんなのでね、同じ子育てしてる者同士ね、分かる分かるって、これが大事。私はあるあるあった、ね、そんなことあったあったって、昨日チンで済ましてしもった、
離乳食よう作らんかった、うん、ええねんって言ってくれる人を作ろう。いや、かまへんよ。そうや、うん、そうです、はい、なのでやっぱりそういう同世代の方とか、うん、ちょっと先輩の方とかね、うん、子育てのねそういうあの交流できる方を、うん、あのたくさん作っておく、うん、でたくさん知り合い作るのめんどくさいじゃないですか。そう、あ、分かる、分かります、ね、分かります。だけどあのいい距離感でね、うん、あの、うん、人と交わっていくののスタートの時期じゃないかなとも思ったりしますね、うん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 、いろんな年代の人と知り合える場っていうのは大事ですよね。でもそうですね、まあ、私なんかもどっぷり昭和の人ですけど、はい、だから今のお話聞いてたら、いや私めっちゃすごいことしちゃったわ子供にって思ってしまうもうなんか6ヶ月2人目なんて6ヶ月になったらもうカレー潰して食べさせて2人目そう本当もういけるいけるみたいな。そういう話です。上の子さんのお弁当の残りとかになってくるから下の子は大体ね内臓強く分かんないですねそうなんですよね、トマト普通に連れてまいそうやですね。いやほんでちょっとこれは科学的根拠ないんですけど、あのそうやって離乳食ちょっと私も味付けたりしてたもんなので、今4年生で好き嫌いがすごくありますね。あ、そうですか。逆に素材の味をちゃんと知る前に、うん、まあ、化学調味料とかを食べさせたことが原因なんかなとかちょっと思ったりね。だからやっぱりいいと言われることを、あのやってみるというのをしたらよかったなと思いました。けどね、ほんまに初めての子なんて、子供と一緒に親も学ぶっていう。そうですね、一人目は一人目はそうですよね。分かんないの。そやから多分ね、こう神田さんもこう今小学生、うん、ね、子供が4年生ぐらいになってるから、うん、でうちもねもう高校生中学校小学生とかなってるから、うんうんうん、そのこの世代がね、うん、もう次あの教えてあげるっていうか、そのね、うん、そういう働きかけっていうか、そうですね、場所作りとか、うん、そうですね、それは必要やなって思いますね。声かけてください、街で会ったら。いや本当本当本当、普段あの、うんうんうん、コープさんの兵庫駅の前のね、そうそうそう、その2階にいらっしゃいますので。そうなんですよ、そうなんですよ。実はねコープの、第三地区活動本部、本部地区本部、地区本部ってとこにもいてまして、はい、コープさんの子育て支援分野のとこも担当してますので、うん、あ、そうなんですか。コープさんの中で、離乳食の講座も持ったりもさせてもらってます、ね、幅広い。いやいや、とんでもない、うん、はい。なので、まあ、コープさんっていうのは、まあ、困りごとだったらいいな、みたいなことをみんなで、なんとか考えましょうよというような組織なのでね、うんうん、とっても私は共感できて、そこにもちょっと席を置かせてもらってます。はあ、なるほど。そんなこういろんな活動される中でね、こう活動する前と後とで何か変わったこととかってありますか？活動する前と後、うん、なんかこうずっと活動されてはる感じすごい。なんか こんな人と何かしら、ね、こんな出会いがあったとか、例えば、でそれによって何かこう、うん、そうそうそう、自分が変わったわみたいなことってあります、ね、あのね、なんて言ったらいいかな、私の存在意義がね、うんうん、あの私が自覚できて、私がものすごく嬉しい。あ、素晴らしい、うん、それはすごい素晴らしい、ちょっと神田さんって言ってきてくれたりとかね、うんうんうん、話を聞いてくれてちょっとねホッとされたりとかっていうので、うん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 、私が嬉しい。あ、それはすごい、うん、やっててよかったなとか、あの頑張りたいなとか思いますね。やっぱりね、見返りですかね、これ。お金じゃなくて、嬉しがじゃないもん、嬉しがってほしい、お金じゃない、嬉しがってほしいですね、はい、それ一緒ですよね。いや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 、そうかも。なんか頼られるっていうか、そうですね、マキちゃんじゃないととか、そうそうそう、神田さんじゃないととか、あっちゃんじゃないとね。いや私はないけど、ね、いや神田さんにはなんか頼れるな。いや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 、それはなんか大事かもわかんないですね。学ぶくんじゃないとね、って学ぶくんがいないとできないんですよとかそういうこの番組は成り立たないんです、ね、確かにそういうのありますよね。そうそう、居場所、居場所ですね。そうですね、確かに確かに、まあ、嬉しいことばっかりです。あの今日このリスナーさんに、子育て中の方も、はい、そうでない方もいらっしゃると思うんですけど、はい、ぜひ伝えたいことありましたらもう、ね、はいはい、叫んでください。叫びますよ、はい、ちょっとあの元気ないお母さんは一回ちょっと空見てください。楽しいことばっかりですと思っていこう、うん、ね、時にはもう
なんでか知らんけど泣ける日ってありますよね。あるあるある。ね、うん、あるよね。ほんでね、子供の前で泣いたらあかんとか言いますけどね、私は泣いてもいいと思うんですよね。うん、あの、自然体でね、あの、元気なお母さんが赤ちゃん好きなんだけど、あの、しんどい時もあると思います。で、誰か喋れる人がいたらね、あの、いるというだけで強くなると思うので、あの、めんどくさいけど、ちょっと仲間作り。してもええかなという気分になってもらったら元気出るんちゃうかなと思います。あとはまあ子育て中は社会と分断される時期でもあるので、はい、あの世の中 SDGs ってね、そんなね、子供毎日子供が年とかおっぱい飲まんとか言って悩んでんのに、あのそんなこと言ってられないんですけれども、うんうん、ちょっと社会情勢にもちょっと目を向けてもらってね、はい、あのこういう私みたいなもののお話も聞いてもらえたら嬉しいなと思います。と子育て中じゃない人は SDGs 気にしてください。ありがとうございます。はい、お話はつきませんが、はい、はい、今日のところはこの辺でありがとうございます。ありがとうございました。はい、まだエンディングありますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。しまうんですが、2ヶ月にわたって本当に濃いお話を、はい、もうもっともっと聞いてたいんですけど、残念ですけどね、エンディングになってしまいました。言い残したことはないでしょうか？もう言い切りましたよ。ありがとうございます。はい、まああのね、お子さんたちの前で泣いてもいいんだよっていうのがね、すごく励みになりますね。そうですよね。ね、うん、SDGs については先ほど、あと、先月もねお伝えしましたけど、やっぱりこうみんなが持続的にできることっていうのを無理なとねっていうことですよね。はい、8月24日でしたっけ？22です。22日です。あ、そう、オーバーシュートデーですね、去年の。はい、あ、オーバーシュートデーもですけど、そのイベントがあるのが24日でしたよね、確か。イベント24日、そう、イベント8月24日ですね。ぜひぜひね、はい、あのご参加いただけたらと思いますし、その時に神田先生とお会いできます。はい、そうですね、生でお会いできますよね。はい、会いたいです。はい、本当に2ヶ月にわたってどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ゲストは株式会社フィフティーンプロジェクト代表取締役神田玲子さんでした。これからのご活躍もお祈りしておりますので。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも街ブラは輝く人、街を応援します。この番組は一般社団法人パートナーズの提供でお送りしました。また来月も FMYY ホームページとポッドキャスト、 YouTube で、せーの、まちぶら、お楽しみに。何度も引っ込めた震える指に力を込める。 君を連れ去って夢の続き見せたくて、僕はもうここに全てを
てるよ。君に触れたくてそっと手を伸ばして絡まる指のぬくもりを知る。僕はもうこの手離さない。